赤番で北両者が動きを見せてきました。大関に並んできた5番吉田優斗、しかしこの動きを突っ張ります1番大関、3番藤本龍也は南関東の4番手追走を続けまして、7番星名啓太も同様で中段は短期の2人、残り1周半です。南関東勢突っ張り先行、1番大関優也逃げますが懐を切り込んで7番星名啓太が南関東の格乱なのか、5番吉田優斗が6番手からホームがましでもう一度合わせてきました。1番大関主導権争い、5番吉田優斗の発進、2番佐藤翔吾少しつけ切れるかどうか離れました。1番大関に並んでくる5番吉田優斗が短期で先頭に変わった。あと4番相田翔一が3番手となっています。 200m を通過しました。後ろ2番の佐藤翔吾4番手、先頭は5番吉田優斗が抜けて2番手は大関優也粘りそう。3番手4番相田翔一か、先頭5番吉田優斗降臨、2着1番大関優也。